お疲れ様です。今日2022年6月25日なんですけど、まだ6月だというのに今日関東地方が真夏日になってしまったということで、緊急でロードバイクの熱中症についての検証を行いました。まずこのサンコーから出ているネッククーラーっていう製品があって、これがなんか一応これをつけると外気温からマイナス17度になるっていう、まあ何が17度下がるのかわかんないです。これをつけてロードバイクに乗ると、まあ体温が下がるんじゃないかって思うんですけど、まあ、それを実際どうなるのか検証してみたいと思いました。検証した方法2つあって、1つが外にローラーを出してズイフトで20分くらいのワークアウトを1回目はネッククーラーなし、2回目はネッククーラーありで比較してみました。2つ目は山梨県の甲府盆地に柳沢峠っていう峠があるんですけど、こちらのストラバのセグメントが、円山側で距離 14.4km、標高差 943m、 ここを、1人はネッククーラーあり、もう1人はネッククーラーなしで、それぞれ、どれくらい体温が上がるのかを、検証してきました。それぞれどうなるのか、ぜひそうしながら動画見ていただくと楽しいんじゃないかなと思います。あ、肝心のネッククーラーなんですけど、これは新製品のネッククーラースリムという製品で、Amazon で、だいたい6500円くらいでした。で、旧製品のネッククーラーエボという製品もあるんですけど、こちらは今 Amazon で3500円くらいでしたね。一応歌い文句で、外気温からスリムがマイナス17度でエボがマイナス15度だったと思うんですけど、まあ、多分そんな違いがないので、まあ、まずエボ安いんでそっち買ってみてもいいかなと思います。で、内容物が、こちらの本体と、ここにバッテリーがついてるんですけど、このバッテリーですね、はい、これがだいたい2時間くらい持って、で一応外部バッテリーをつなぐと、まあ、いくらでも、使い続けられるということになってますね。で、他に、USB Type-C ケーブル、逆側は USB Type-A ですね、はい、そして説明書ですね、はい、以上となってます。で、重さは、はい、209g ですね。で、使い方は、このボタン長押しにすると、はい、電源入ります。で、ですね、ここが冷たくなるんですよね。ペルチェ素子っていう、あの冷蔵庫とかに使われてるやつですね。で、冷たくなって、で逆側で放熱するんですけど、このペルチェ素子って、それをこの、ここにファンがついてるんですけど、このファンでその熱を逃がしてあげるって仕組みですね。で、これを首にかけてあげて、で、頸動脈に当てて血液、循環する血液を冷やすっていう仕組みですね。首にかけるとこういう感じです。で、今回の検証には、脇用の体温計2本、私用と、もう片方の被験者の方用です。はい、あと、こちらが表面温度を測る体温計ですね。こちらで、さっきの脇とおでこの表面温度両方測っていきます。はい、お疲れ様です。スマートレが外にあるってちょっと変な状態からスタートするんですけど、ローラー乗る前の体温36度8分ですね。続いて、表面体温、おでこの体温ですね、もう一回やります。はい、36度8分ですね。じゃあ、これが外でローラーやるとどう変わるのか見ていきます。クーラーない状態から今ガミンの温度計 41.6 度、あ、ボルトですかね。ボルトってやつをちょっと20分で TSS26 くらいのやつをちょっとやってみます。ちょっと終わってクールダウンなんですけど、やった、表面温度、体温が計測の実測出ました、37度1分、で気温が36度ですね。はい、ネッククーラーなし、ワークアウト1回終わったんで、ちょっと30分ほど休憩して、で体温を37度1分に下がってなったんですけど、36度8分まで下げたいと思います。さっきの開始時の体温ですね。で、まあ冷たい飲み物とかアイスとか食ったりとかして下げます。うまっ、あー冷た、あうまっ。はい、ネッククーラーつける前のおでこの表面温度36度7分。
ネッククーラーの前の脇の体温の実測値は36度6分でした。ちょっと下げすぎちゃったかなって感じなんですけど、まあ十分かな、こんなもんですよね。じゃあ2本目、ネッククーラーありで。今には気温36度、ボルトですね、ボルト。脇検温が37度1分でさっきと変わんないっす。おでこ36度8。ローラーでの検証結果なんですけど、脇検温は結局両方とも37度1分で、おでこの表面温度に関してはネッククーラーありの方が1度くらい高くなるって結果になってしまいました。でこれなんですけど、人間の体の体温調整機能って実は結構優秀で、多分20分程度のワークアウトだと発汗による体温調整機能の方がネッククーラーで血液を冷やす効果よりも上回ってしまっていて、で両方とも結局同じ体温になってしまったのかなって思います。でこの表面温度に関してはネッククーラーなしの方が後半ちょっと曇ってきて日当たり悪くなったんですけど、ネッククーラーありの方は割とずっと日が照っていて、これで表面温度が上がってしまったのかなって思います。今塩山に着きました。30度、外30度、暑いな。気を取り直して2つ目の検証を始めます。20分程度のワークアウトでダメだったので、今度は1時間くらいの峠を連続して走って体温がどう変化していくか見ていきたいと思います。今の体温を測ってきます。私が被験者 A でネッククーラーをつける方、はい、36度8分、36度6分、37度。同行者が被験者 B でネッククーラーをつけない方です。36度3分。セグメントスタート地点まで10分ほど移動します。ここで1回検温します。日陰じゃなかった。被験者 A ね、被験者 A の体温表面、あれ36度、0まで下がってる。いやいや、もう一回やってみるわ。うん、36度だ俺。はい、被験者 B、はい、36度4分。ほんまか、ちょ、もう一回やるわ。ほんまか、36度3分。でもまあ大体そんなもんだな。じゃあ A、36度2分。はい、じゃあ被験者 B、 はい、被験者、はい、ありがとう。36度2分。柳沢峠のセグメント登っていくんですけど、さっきの10分地点の体温はお互いむしろ走る前より下がってしまって、発汗による体温調整ってすげえなって思いました。標高1472で気温 30.7。 はい、被験者 A、 36度、ぴったりか。36度3。ちょっと見にくいな、ここは見やすいか。はい、まあ、多分半分ちょっと飲んだ、 250ml ぐらい。続いて同行した被験者 B の体温です。身体ってすごいな、35度7全然。36度9分、上がったね。上がった。というわけで、柳沢峠の方の検証結果は、おでこの表面体温は被験者 A、B ともに下がって、脇の体温はネッククーラーを使った被験者 A だけ下がって、ネッククーラーを使わなかった被験者 B は上がってしまいました。と今回の2つの検証結果をまとめると、ローラーの方は20分くらいのワークアウトだったので、発汗能力による体温調整によってネッククーラーありなしともに体温変わらずという結果になっていました。それに対してパターン2の柳沢峠の検証結果は、長時間高負荷で峠道を走ることによって人間の発汗能力による体温調整の限界を超えたのかなと思います。もしかしたらネッククーラーはそういうシーンにおいてやっと効力を発揮するのかもしれません。結論なんですが、まず人体の体温調整機能が圧倒的に高性能だということが分かりました。ネッククーラーを使うよりも経口補水液を5分に1回飲んで発汗機能を発揮させるのが体温を下げる、つまり熱中症対策には一番いいと思います。当たり前か？今回の検証でも
ローラー、柳沢峠ともに蛍光補水液をボトルに入れて5分に1回一口飲んでいました。ただあまり汗を流しすぎると血中のナトリウム濃度が下がっていわゆる水中毒になるので、発汗を抑えるためのあくまでサポートとしてネッククーラーを使うのはありなんじゃないかなと思います。ネッククーラーにとって散々な検証結果だったのでフォローすると、個人的には3年間炎天下のライドのお供として愛用していて、実感としてちゃんと体感温度が下がっている気がしています。まあ17度も下がっているとは思いませんが、検証結果を真っ向から否定する感じなんですが、炎天下のライドをかなり楽にはしてくれていると思います。柳沢峠で脇体温だけ顕著に差が出ていたのですが、これは私の体感と近い結果でしたね。ただこの検証方法は被験者による個人差があるので、これをもってネッククーラーが有効と言えないのが辛いところです。長時間高負荷であればネッククーラーが有効と言えなくもないのかというレベルの話です。多分発汗量とか別軸の検証であれば違ったのだと思います。やり方ちょっと思いつかないので、もしあれば誰か教えてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。